梅さん、これ、これ、あれあれやんね。ちょちょちょ、マジで開けよう、開けよう、開けよう。こんな感じで来んの？なんかちょっと深い手紙が入ってある。うーわ、これはちょっとやばいな。銀の盾やっば。チャンネル登録10万人突破しまして、銀の盾が届きました。いつも応援ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。トモヤスタジオオリジナル T シャツ発売中です。概要欄にも貼ってます。チェックしてね。質問コーナー。ドラムを始めた頃にやっていた練習が気になります。少し前に質問を募集したんやけど、練習方法、特に基礎に関する質問がめっちゃ多かった。ドラムを始めた頃にやっていた練習、それは練習パッドをとにかく叩くこと。中学生になり吹奏楽部に入部してから、朝練、昼休み、部活終わりの放課後、とにかく練習パッドを叩き続けた。やればやるほど叩けるようになるのが嬉しくて、気づいたら部室の教則本全部暗記してた。練習は楽しければ何をやってもいいと思ってる。近道はないけど遠回りも絶対にない。もし基礎練習に興味があったら、おすすめの練習方法をどんどん上げていこうと思ってるから、コメント欄で教えて。みんなでドラム楽しもう。バイバイ。Thank you.